かつて偉い人は言いました。今作っているゲームがエターならなくなる条件、それはマップをすべて完成させた時である。はい、というわけで今回も RPG ディベロッパーバキンで作る探索アドベンチャー、その進捗報告をしていこうと思います。本年もよろしくお願いします。前回の進捗動画でもお話ししたように、街部分が円筒形になったことで、そこから各施設へのアクセスができるようになりました。壁面に穴を開けて、その先に部屋を作っているイメージです。一番最初にね、マルタの家は作ってたんですけど、その他のマップについては何もない状態からのスタートとなります。このゲームにおいてマップ制作の前提としてあったのは、バキンの地形をちゃんと使うことでした。これはなぜかっていうと、冒頭にもお話しした通り、マップ制作の見た目をどの程度のクオリティラインにするかっていうのは、そのゲームが完成するかエターになってしまうかっていうのにね、直結する問題です。前回もお見せした通り、ガラクタの街のシンボルとなる中央部分はブレンダーで作った 3D モデルのマップなんですけど、この作業を他のマップでもやろうとすると制作の効率が極端に悪くなるし、単純にプレイヤーも歩きにくいので、屋内マップに関してはスーファミさながらのよくある 2D 風の絵を目指して作ることにしました。まずは全てのベースとなるマップを作るために、一番小さいマップである物置を作っていきます。ここでは地形素材の床と壁を新規で作りました。先ほども言った通り、マップ制作にはバキンデフォルトの地形を使っていくので、床に少しでもバリエーションを持たせるために床板が剥がれてしまっているものも追加しています。壁も同様にビスが打ち込まれているバージョンがありますね。新規で作った 3D モデルは一輪車とじょうろ、関係ないですけど、この一輪車って猫っていうじゃないですか。なんで猫なんでしょうね。先ほども言った通り、ここは壁に穴を掘って作った部屋なので、こんな具合に壁が剥がれてしまった箇所は骨組みが見えて、奥に土壁が覗いています。これはバキンのバージョン 1.10 で追加されたデカールっていうねもので表現しているので、デカールを配置するだけでどこでも壁をね簡単に崩すことが可能です。実装された当初はね、いまいち何に使うか分かってなかったんですけど、デカールめちゃくちゃ便利ですね。物置がある程度形になったので、続いて居住区を作ります。居住区は2階建てで、1階の部分が食堂になっています。ここで新しく作った 3D モデルはこの長机と、ほとんど見えてないキッチンコンロ、あとはこういった料理の類ですね。これ何が載ってるか分かんないですけど、まあ、肉っぽい何かなのかなみたいなものと、あとまあ遠巻きに見てもなんか野菜の何かなのかなみたいな、お腹分かるもの。ここのプレビューだと分かりにくいですが、こちらはちょっとお皿が小さくて、まあ、スープ的な感じをイメージしています。こちらが食べ終えた後のお皿ですね。マルタたちが食事をするイベントがあるんですけど、まあ、そこでね、食べ終えた後に、まあ、お皿がなくなっててもよかったんですけど、まあなんか今食べ終えたんだなっていうのが分かった方がそれっぽいかなと思って、これを別途用意しました。はい、こんな感じで以前作ったコップと組み合わせて、サブグラフィックとしてね、登録しておくと、イベント上でね、出したり消したりする時も便利かなと思います。食べ終わるとこんな感じになると。あと、カトラリーセットですね。ナイフとフォークとか小さすぎて、もう作った意味がなかったんじゃないかなと、若干後悔しています。ちなみに、物置もそうですけど、これらのマップは、ラフも書いていなければ、モックも作っていません。地形は物置と同じものなので、バキン上で直接並べて考えた方が効率がいいなと思って、MMO のね、ハウジング感覚で作っていました。とは言ってもね、やっぱり何度か手直しはあったんですけど、まあ結果的にこのやり方で正解だったなと思います。基本的には地形で構成されているんですが、マップの一部に地形では表現できない形状のモデル、例えばこういった階段や壁をくり抜いたような形で天井のついているモデルを配置することで、少しでもバキン特有のブロック感を減らそうとしています。このマップを作っていた時は、デカールの使い方含めてかなり試行錯誤をしていた時だったので、至る所にその痕跡が残っています。例えばここ。バキンは地形を下から上にね、積み上げていくことしかできないので、こういった宙に浮くブロックっていうのはね、基本作れません。そこで左右の壁は普通にバキンの地形で作って、この部分だけ 3D モデルでね、ベッド作るようにして空中に配置しています。さらに、この 3D モデルをデカール対応の物体にすることで、ここのね、鉄の縁のようなテクスチャを地形とモデルのね、両方に投影することで表現しています。こんな感じですね。反対に、お隣のカウンターの方は、一塊の 3D モデルで作っています。他にも、この換気口がね、デカールで作っているんですけど、こちらのパイプは、まだバキンにデカールが実装されていない時に作っていたので、板ポリのモデルだったりします。この統一感のなさが
いかにもいろいろ試しながら作ってます感が出ててなかなかいいですね。個人的なお気に入りポイントはこの天井からぶら下がっている豆電球、 YouTube に上げた時に伝わっているか分かりませんけども、これよく見るとチカチカ点滅しています。あとはこの雨漏りも気に入っています。このエフェクト自体はもう 1,2 年前にエフェクシアで作ったものなんですが、ようやく日の目を見ることができました。最後に2階に続く階段部分、ここが上に行くほど暗くなっている演出もこだわりポイントです。食堂から2階に上がると居住区に行けます。これが完成形の居住区なんですが、最初はもっとね部屋数を増やして廊下の手前側にも2部屋ほどあったんですが、歩いてる時に手前の部屋が邪魔すぎたので思い切って削除しました。最初はカメラ処理のねニアクリップやゲーム定義にある物体透明化っていうのをね使ってなんとかやり過ごせないかなって実験してたんですけど、結局全然納得のいく見た目にならなかったので部屋ごと削除したというわけです。この部屋に入るタイミングで座標を判定して、この左側の部屋に入っていたら左側の屋根が消えると、右の部屋に入ったら右の屋根が消えるといった処理を作っています。デカールはその対象の物体が消えると一緒にねデカールも消えてくれるのでかなり便利ですね。左が男性の部屋で右が女性の部屋になっています。なかなか散らかってますね。女性の部屋の方は中が見えないように入り口のねところに布をかけてみたり、狭い空間の中でどれだけ色を出せるかっていうのを考えています。この3段ベッドはこの部屋のために作った新規モデルです。ここでみんながぎゅうぎゅうに寝泊まりしてるわけですね。廊下の端っこには水が染み出している箇所があります。これが先ほどの食堂であった雨漏りの原因部分ですね。ちなみにこの水たまりはバキンデフォルトのデカールです。この水たまりかなり優秀なので自分で作らずにありがたく使わせてもらってます。では最後に医務室ですね。医務室の床は一部をグレーチングにしています。透過処理がされているので下が透けていますね。新たに作った 3D モデルは病院っぽいベッドとパーティションがメインです。医務室っぽく体重計といったね小物も作っています。あとは薬棚と本棚ですかね。まあ、ここの主治医が設定的にガラクタ山から発掘された過去の書物をねたくさん集めていて、その管理も担っているので病院と図書館が混ざっているようなデザインになっています。張り紙とかポスターといった素材はデカールとして用意すると便利なんですけど、こうねマルタたちの種族、耳とね尻尾が入っている種族の張り紙みたいなものも用意してみました。あとは小さな額縁なんかも追加しています。ここも居住区同様に入ると天井が消えるようになっています。で、これ消えるとき本棚をね裏から調べられないように本棚を一緒に消しています。 あと一緒に消えているこれですね。結構前の進捗動画でもねお話ししたマルタたちの種族のシンボルマーク、当初はローディングしている時に出す予定のマークだったんですけど、まあ、今はオートセーブ中に出すマークにしています。まあ、それもこうやってねマップの中に配置することで、まあ、少しでもね世界観に深みを持たせられるんじゃないかなということで、まあ、こういったね旗も用意していますと。はい、というわけで今回はガラクタの街の屋内案内ツアーでした。 3D モデルもね一つ一つ頑張って作っているので、このゲームが遊べるようになったらぜひいろんなところを調べてねフレーバーテキストを楽しんでもらえたらなと思います。といったところで今回は終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。